はい、皆さんこんばんは。キャスです TV の小林です。今回もね、深夜の雑談シリーズということで、雑談をしていこうと思うんですけれども、今日お話ししたいことはですね、皆さんの周りの人間が皆さんを決めるということです。別に変なね、よくコミュニティありますよね、最近。そういうところで会員費いくらとかね、そういうサービスをおすすめするということではなくて、わりかし真面目なね、ビジネスというか、皆さんの、人生を左右しかねない、そういう話をしたいと思います。皆さんの周りの人間が皆さんを決めるっていうこと自体はね、もう結論であり、今日伝えたいことのすべてなんですけれども、やっぱりなかなかね、身に染みてわかることっていうのは結構意外と少ないのかなというふうに思います。というよりも、周りの人間が自分の人生を決めるということで、そういう経験をね、したことがない人には、なかなか分かりづらい感覚なのかなというふうに思います。なので今日はいくつかね、ちょっと例というか、僕が今まで経験したことについてお話をしてみたいと思います。結構ね、僕自身はね、かなり恵まれていて、高校も大学も、比較的、偏差値で言えば高いところにいさせていただいたおかげで、仕事とか人生に対しては前向きだったり、一生懸命頑張る仲間が多かったので、その流れでね、会社にも入れたし、入った会社もね、すごく頑張り屋さんな人が多い会社にいたので、もちろんね、働きちょっと過ぎてしまうという人もいたけれども、僕もね、すごく上司の方にも同僚にも、そして後輩にも恵まれてね、すごくいい環境で仕事をさせていただいたと思ってます。なので、ちょっと僕が実際にその周りの人のによって、変わったっていう経験は実際で言うと、あまりね、多くはないんですけど、ちょっと僕のね、知ってる事例でね、話を今日はしてみたいと思うんですが、以前ね、僕がやっている仕事の一つでですね、その僕のコミュニティというか、別にコミュニティじゃないんですけど、その仕事の輪の中に、入ってきた新しい人がいたんですね。結構若い人で、若いといっても僕よりも年上なんですけれども、まだ30ぐらいの方なんですけど、その方のちょっと話をね、したいと思うんですが、その方はですね、もともととある会社の、とある部署で働いていたんですよ。で、給与についても、月に20万円ぐらい、もらえるかもらえないかぐらいで働いていて、で、僕と一緒に仕事をするということになって、別にその時もね、給料はあまり変わらなかったと思います。変わらなかったんですけど、彼のコミュニティというか、彼の生活圏で、小林という人間がね、結構身近に、なったわけですよね。そうすると、まず話すね、会話が違うらしいんですよ。雑談とかも仕事をする中でするじゃないですか。で、結構僕がする雑談は、ほとんど仕事のこともそうだけど、世の中の経済とかニュースのことをね、話すわけですよ。当たり前ですけど、別に難しい日経新聞のなんかニッチな記事を話すとか、そういうことではないんですけど、雑談って言っても、そういう話をするわけですよね。で、もちろんその人が付き合ってる彼女の話とか、そういったプライベートの話ももちろん嫌じゃない程度にね、話をさせてもらうこともあるんだけど、ほとんどがですね、話の9割ぐらいかな、それはもう世の中の話なんですよ。そうすると彼はですね、その最初の頃ずっと知らない、よくわからないっていうふうに言ってたんですけど、一緒にね、付き合い始めてから、数ヶ月ぐらいしたら、結構話がだんだん通じるようになってきた。で、なんかいろいろ最近ニュースとか見るようになったのって聞いたら、その僕の影響でね、見るようになったと。新聞とか読むようになったと。毎日じゃないらしいんですけどね。ただ、例えば、インターネットを見て時間を潰すときも、なんかよくわからないサイトを見るだけじゃなくて、例えばヤフーニュースをちゃんとね、経済のニュースのボタンも押して、その記事を読もうとか、なんか自分にも関係ありそうな、世の中の投稿については、ちょっとニュースを見てみようかなとか、自分がいる業界についてもニュース見てみようかなとか、そういうふうに少し変わったらしいんですね。で、僕からすると、例えば自分がいる業界のニュースを読むとか、世の中で有名なニュースを見る。ね、学ぶとかっていうことで言うこと、そして分からなかったことがあれば調べる。今ウェブがありますから、簡単に調べられるわけですよね。そして知識を日々吸収する。で、特に興味があることがあれば本を買って読む。それは僕からしたら当たり前のことなんですよ。ただ彼にしてみると、それが結構その衝撃的だったみたいで、今まで彼がいる周りの人間が話すことといえば、例えば他の
人間の悪口とかね、あとは会社の悪口とかね、あとはなんだろうな、パチンコの話とかギャンブルの話とか、まあほとんどね、その仕事の話で雑談っていうことはあまりなくて、本当にそのなんだろうな、雑談っていうものだったらしくて、まあ彼からすると、でもそれが普通だったから別に何も思わなかったと。ただ僕と話をするようになって、まあかなりその自分のライフスタイルが変わったっていうことを言ってました。なるほどねと。まあ僕からするとね、まあそんな変化があるんだなっていうふうに新しく僕自身もまあ気づかせてもらったっていうことなんですけど、まあ彼はね、その、まあ少し、その、なんだろうな、さっきも言ったように、あまりその給与が、まあすごい高いというわけではないし、その、もらっているボーナスもね、まあ僕は聞いてたんですけども、ほとんどないっていうような状況で、まあ頑張って働いていたので、僕と接するようになって、やっぱりそのお金の相談っていうのをちょっとずつするようになってきました。ただ僕がね、彼の給料を、例えば2倍にしてあげたり、3倍にしてあげたりってことは、まあできないわけですよ。ね、僕が彼の給料を決められるわけじゃないんでね。だからまあこういう努力をした方がいいよとか、例えばその人が今後こういうキャリアを目指すんだったら、こういう本を読んだ方がいいよとかね、こういう勉強した方がいいよっていう、まあアドバイスはまあしてあげられるんですけれども、まあそれ以上に具体的にそのお金を稼ぐってことは、まあなかなかまあ稼ぐための、というか稼がせてあげるってことは具体的にはできないような状況でした。まあそれ自体はね、まあ、まあ仕方のないことなんですけど、だんだんね、その彼がね、その投資とかにね、興味を持ち始めたんですよ。で、僕は一回多分ね、ちょっと聞かれたんですよ。小林さんって投資とかしてるんですか？って聞かれて、まあ別に嘘つく必要もないんで、僕はこういうことやってますよっていうのを、まあ参考程度に、まあ教えたんですね。そしたら少し興味を持ったみたいで、ちょっと僕もやってみたいんだけど、教えてくれませんか？っていうふうに言われました。で、まあはっきり言えば、その投資っていうのは、まあ言いました、その人にも。投資っていうのは、そのある程度まとまった資産がないと、その運用にならないから、まずは自分の生活をね、ちゃんと、まあ切り詰めるって言い方はおかしいけど、まあ無駄遣いをやめて、投資できるお金を毎月毎月発生させることが大事ですと。いう話をして、だ今いくら投資できるのっていう話をしたら、まあ10万円ぐらい。っていうふうに話をしてました。ごめんなさい、20万円ぐらいって話をしたんですよ。で、それってあれでしょと。貯金全部で20万で、その、ね、全部使おうとしてないって聞いたら、まあ、ほぼ8割ぐらいだって言うから、からそれで投資をしちゃいけない。ゼロになる可能性だってあるんだから、だから、投資できるっていうふうに思う額があるなら、その半分か4分の1にしなさいよという話をしたら、結果的にその10万円になったわけですよ。で、10万円になるのはいいんだけど、じゃあ10万円で、じゃあ1年間で、仮にまあうまくいって、じゃあ2割で回せましたって言ったら、1年間でいくらって聞いたら、ね、2万円なわけですよ。ね、それだったらもうね、投資じゃなくてバイトでもした方が稼げるよって話になっちゃうんで、だから僕が言ったのは、10万円から始めてもいいんだけど、必ず毎月、その投資をするところにお金を回せますか？例えば、貯金をするのが、例えば毎月5万円だとしたら、その中から例えば2万5000円とか3万円を投資に回せますかと。要はそれだけ節約をできるって絶対に誓えるんだったら、その投資が可能だから、まあそれだったら少し教えてあげるよっていう話をしたら、まあじゃあ頑張ってやるということなので、まあ投資をし始めました。で、まあ本当はでね、僕は日本株をずっと投資をしていたので、まあ日本株の話をしてあげたかったんですけど、やっぱり10万円とかだとなかなかね、できないですよね。投資をスタートするのが日本株だと。なので僕はね、仮想通貨を話したんですね。まあたまたまそのトレンドが良かったので、まあ本人にも言ったのは、おそらく将来的に仮想通貨で投資できるかというとわからないし、僕個人、小林個人としては、まあ、どこかのタイミングでエグジットをしようと思ってると。まあ、今その話ではないけど、僕としてはね、2018年のどっかで、まあ、エグジットしようかなっていうふうには思ってます。まあ、いいんですけどね、それは。まあ、だけど、まあ、今トレンドでいいから、とりあえず短期的に10万円っていうお金、そして毎月入れるお金というのを、まあ、一旦増やして、まあ、株とか他のものに投資をするまで、まあ、仮想通貨で増やしてみたらどうかな、という話をして、まあ、彼はね、取引所を作って、まあ、取引を始めました。で、一応まあ、通貨のことも教えてあげて、まあ、教えてあげたと言っても、まあ、別の動画でも話したけど、基本的には自分で勉強するのが当たり前だと思うから、取引所のね、まあ、種類とか、
調べ方、まあ、それは教えました。だけど自分で選んで彼は、取引所を選んだ。そして、銘柄についてもいろいろあるということと、まあ、どんなサイトを見れば詳しくわかるのか、マーケットキャップとかね、そういうのがわかるのかっていうのも教えました。そして、まあ、僕が見ているようなニュースサイト、それも教えました。そして仮想通貨も僕が何を買っているかとか、僕はどういう考えでやっているのかっていうのを伝えたけれども、ただそれを真似するなとね、やっている金額が違うんでね。なので、やっている金額とか、まあ、考え方とかが違うから、まあ、同じように真似はするのということで、まあ、やりました。まあ、それで彼はね、まあ、彼なりのことで、まあ、とある仮想通貨を買ったみたいです。で、まあ、たまたまそれはね、僕が買っていたものと、まあ、一致していたんですけれども、まあ、その仮想通貨がね、彼が買ってね、まあ、1日ぐらいで1割ぐらい上がったんですよ。で、まあ、それをね、彼が売り抜けたかどうかは僕は知らないです。で、僕は、持ってる通貨だから僕も1割ぐらい上がったんだけど、僕は別にその1割とかは狙ってなかったから、あ、ラッキーぐらいで、まあ別にホールドを続けてたんですね。でもうその時に言われたのが、その小林さんと出会って人生が変わったって言われたんですよ。で別に僕は彼の人生を変えてやろうと思ってしていたわけではないし、例えば今言った話もね、1日で起きたわけじゃなくて、もう何週間もかけてそこに至ってるわけですよ。だから僕からしたら、まあ1日本当に5分とか10分の雑談を積み重ねてるだけだし、別に僕だってね、その彼といる時間の間に別のね雑談だってするわけだし、まあ僕からしたら何の気もないね話をずっとしてたんですけど、まあ彼から言わせると、そのね、投資した10万円が1割増えて1万円だと、まあ彼からすれば1日頑張って働いてやっと1万円もらえるかどうかね、という段階なのに、まあ1日ね投資をすることで1万円ぐらいのプラスを得ることができた。まあ売り抜けたかどうかは知らないです。ただ僕からしたらね、別にそんなの普通じゃんっていう話なわけですよ。まあ10万円入れて、まあまあその日のトレンドがねプラスだから1万円プラスになっただけであって、別にね、その後下がるかもしれないよって話もまあしました。ただ本人からすれば、そのやっぱり僕と出会って話をね、毎日するようになって、毎日じゃないけどちょこちょこするようになって、まあいろんなニュースの話をしたり、経済の話をしたり、まあはたまた世の中の制度とかね、政治の話をしたりすることで、自分の知識も増えるだけじゃなくて、自分がもう学ぼうという姿勢に変わったし、投資についても、まあいろいろ理解した上で、まずはじゃあちょっと仮想通貨で、まあやってみようかなということで勉強したし、まあそれ、ね、当然始めるということで、チャートの読み方とか、まあいろいろね、見たし、まあ当然知らない用語もたくさんあったから少しずつ、まだ勉強中だけども、知れたこともたくさんあったし、まあすごくなんか人生が変わったっていうふうに言ったんですね。まあもちろん今ね、この1日で儲かった1万円がどうこうじゃなくて、こうやって、僕と、小林さんと過ごせていると、なんか自分の人生がどんどんいい方向になっていく気がするとまで言ってくれたんですよ。まあ結構僕それ自体はまあ嬉しくて単純に感動したんですけど、まあ、僕が言いたいのは別になんか僕と付き合ったらそうなるよとかいうことではなくて、その皆さんもその周りのね付き合う人間によって結構いろんなことが左右されていると思うんですよ。で僕もね昔あったんです。大学時代僕一時期ね麻雀をすごいやってまして、まあ麻雀友達というのがいたんですね。で麻雀友達は、まあ、今やねすごくて、弁護士だったりとか、経済産業省にね勤めていたり、キャリアですよ、勤めていたりとか、まあ、するんですけど、まあ、当時はね、まあ正直ね、まあ、言葉選びません。あえて言いますよ。あえて言えば、まあ、クズ人間の集まりでした。授業に全然行かないし、サボってるし、麻雀ばっかりやってるし、まあそういう人間の集まりの中に、まあ一時期僕もいたんですけど、なんだろうな、その、そういう人といると、麻雀の話とかね、まあギャンブルの話とか、まあするわけなんだけど、まあ、僕は麻雀以外のギャンブルは昔というか今までもずっとしたことがないんだけれども、まあそういうのを聞いてると、まあ楽なんですよね、自分は。なんでかというと、自分であえて何か勉強をしたりとか、何か新しいことを学ぶことがなくても、その輪の中に溶け込んでいることができるから、そのコミュニティにいることはすごく楽でした。ただ、なんか、ある時思ったのは、例えばこの人たちとお酒を飲んでても、あんまりね、その、勉強にならないなっていうふうになんか思ったんですよ。ちょうどね、僕が就職活動を始めたぐらいのことかな。僕が就職活動を始めてから、その、
コンサル会社をね、受けてたんだけど、そのインターンで行ったね、外資系のコンサルティング会社の社員さんとかとお話をさせていただくと、やっぱりすごく皆さん鋭いし、賢いし、なんかこう、自分の人生にズバズバね、切り込んでくる方が多くて、まあ、なんだろうな、心のどっかの、なんか1割だか 5% ぐらいで何様だよと思ってもいたけれども、でもやっぱ皆さんすごいなと思ったし、自分が全然勉強してないなっていうのもすごく痛感したし、やっぱり勉強をちゃんとすることで、勉強って言ってもただ本を読んでテストを受けるとかそういう勉強じゃなくて、本を読んで自分の仕事に生かすという意味の勉強で、きちんと勉強することで自分のキャリアっていうのを上げていくことができるんだなっていうのをすごく痛感しました。それから僕は仕事はね、もともとコンサル会社に行きたかったからコンサル会社に入ったわけだけれども、そういった人と付き合うようになって、ただ僕の友達も僕の友達でみんなそれぞれ契機があったみたいで、そういったね、弁護士とかすごい人たちに今なりつつあって、僕なんかより全然社会的地位もね、高い人たちなんだけれども、なんかそういうね、こうタイミングっていうのが僕も少しはあって、なんかそういう人に出会えたのが良かったなと。ただね、当時その僕の人生に影響を与えてくれたそのコンサルティング会社の人たちと今でも付き合いがあるかというと、ないんですよ。ほとんどないんだけど、たまたま僕が入った会社でね、いろんな人と、出会って、今でもお付き合いさせていただいている方もいて、そういう方から、少なからず影響を受けているんだろうなというふうには思います。なので、その皆さんも、その自分の周りにいる人間っていうのが、どんな人間なのか、どんな人間なのかというより、普段ね、何を話しているのかとか、そういうところでいいんですよ。そういうところでね、結構自分の人生っていうのも少しずつ変わってくるのかなというふうには思います。よくね、よくって言っても、あんまりたくさん聞く、たまにね、僕が聞くのは、例えばお金持ちの、お金持ちになりたかったら、自分がお金持ちになりたかったら、お金持ちの人たちの集まりに入れ、みたいなことを言う人がいます。でね、もちろんそれだけじゃね、僕ダメで、そのお金持ちの人の輪に入って、お金持ちの人となんかうまく付き合うコツとかもあると思うんですよ。僕はそういった集団にはいないけれども。ただ、なんかそれもね、一理あるなと思うんですよ。要は結局、類は友を呼ぶというか、その異質な人ってそのコミュニティにいられなくなるんですよね。やっぱりその辛いと思うんですよ。だから例えばさっき、麻雀の友達がいたって言ったけども、その麻雀の友達の中に、麻雀が1ミリもできない奴がいても多分つまんないでしょ。だからそうするとどうなるかっていうと、麻雀を、自分もやるとかね、勉強するとかっていう風にするか、そのコミュニティから離れていくしかないんですよ。だからもう皆さんもね、その自分を変えるという意味ではね、新しいコミュニティに挑戦して、コミュニティに入って、そしてその自分がその居づらい感覚っていうのをなくしていくために努力をする。っていうのも、一つあるのかなというふうに思います。ただ結構、さっき言ったね、その投資を始めた人っていうのもそうだけど、自然とね、その会話を成立させるために、少しずつ勉強したりとか、自分なりに何か努力をしたりっていうのも、多分出てくるので、自然と多分そうやってね、人生が変わってくる人もいるんじゃないかなと思います。さっきね、話した投資の人については、本人に言ってるのは、たまたま1日で1割上がっただけだから、まずは調子に乗んないことと、それは本当運だから下がることもあるしね。よく考えてやろうねっていう話はしてるんですけど。そうやってね、僕という人間が、ちょっとでも世に貢献できた部分があったなら、良かったなというふうには思っています。はい。というわけで、今日はね、別に自慢がしたかったとかそういうことではなくて、僕が、知っている事例の人から、他にもね、いくつかあるんですけど、今日はたまたまね、ちょっと、その人に言われた言葉がすごく感慨深くて、僕も嬉しかったから、お話をしてみました。またね、いろんな動画を出していきますので、キャッシュレス TV をよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。